ジ？今牛込さんが言ったこと聞いてた？今度顔合わせと音出しの日があるって。それじゃあ1曲目いくわよ。ドキドキするね。マリナさん何言ってるんですか。残るバンドはあと2組。来てくれるかな。すみません遅くなりました。パステルパレットです。あや先輩。かすみちゃんお疲れ様。前に言ってた事務所の話は大丈夫だったんですか。事務所の方たちも快諾してくれたの。年の近いバンドの人たちと一緒にやれるのすごく嬉しいわ。これで残るはロゼリアだけだね。来てくれるって言ってたのにな。ごめんなさい、ギリギリまで練習を入れていたので遅くなってしまったの。よかった。いやすいません。練習してたっていうのは本当なんだけど、場所が分かんなくて。ね、ユキナ。それは、また別の話よ。うんうん、あなたたちがロゼリアね。来てくれてありがとう。これで全員揃ったね。みんな、今日は来てくれて本当にありがとう。ライブイベントについては、もう説明を受けていると思うから省略させてもらうね。私はこのライブハウスで働いている月島まりなって言います。よろしくね。よろしくお願いします。おお、なんかこんなに大勢から挨拶してもらえると嬉しいね。あ、この人もうちのスタッフだから、もし困っていることがあれば遠慮なく相談してね。まずはみんなに簡単に自己紹介してもらおうかな。じゃあ、かすみちゃんから。みなとゆきな、ロゼリアでボーカルをしているわ。どうぞよろしく。早速あなたたちの実力を見せてもらうわ。実力って、どういうこと？私たちは自分たちに見合わないステージには立たない。だから今日共演するあなたたちの実力を見に来たのよ。私らがあなたたちの実力に見合わなければ出ない、そういうことですか。ええ、その通りです。へえ、面白いじゃないですか。それだけあなたたちのバンドはすごいってことですか。どうもえ。まあまあ落ち着いて。バンドなんだし音楽で自己紹介するのが一番自分たちを分かってもらえそうだしね。一曲ずつ演奏してみようよ。どのバンドも演奏技術はそれなりといったところね。逆に言えば決め手になるようなものがないとも言えるけれど。そうね、やはりこのイベント、次は私たちポッピンパーティーの演奏を始めるよ。ポッピンパーティーの演奏すっごく楽しそう。なんか体が勝手に動いちゃう。うん、この曲超楽しい。一緒に歌いたくなっちゃう。私たちの演奏どうでしたか。どのバンドも実力はそれなりにあるようだけど、私たちのイメージするレベルには達していないわね。それじゃあ、私たちが求めているのは確かに高い技術。でも音楽がそれだけでうまくいかないことは知っている。あなたたちには何かがある気がする。私たちにまだ欠けている何かが。その何かを探すためなら私たちにも出る意味があるかもしれない。私もいいと思います。いろんなバンドの方から吸収してたくさん勉強できたら素敵ですね。つまりそれって
ライブイベントに出てもらえるってことですよね。ええ、出演するわ。私も思わず体が動いたもん。改めてロゼリアのみんなもよろしくね。そうだ、いいこと思いついた。イベントの前にさ、みんなでミニライブしようよ。きっと楽しいよ。またかすみは余計なことを。いいわね。お客さんを笑顔にできるチャンスはたくさんあった方がいいもの。私も賛成。みんなの音をもっと知りたいし。うんうん、いいね。イベントの宣伝にもなるし、みんなの交流も深まるよね。私ちょっとオーナーに駆け